こんにちは。よくしゃべる聞き上手、公認心理師の岩松正文です。今回のテーマは傾聴を学んでから変わったことということで、まず最初にお知らせです。私、岩松正文が開催している傾聴の講座、傾聴サポーター養成講座というのがあるんですが、こちらは傾聴を初めて学ぶ方ももちろんなんですけども、傾聴を学んだことあるんだけどもよくわからなくなっちゃったとか混乱してしまっているとかいう方にも非常に好評な講座になっています。何でも疑問にお答えしていきますので、よろしかったらまずは体験会からお越しください。概要欄にありますのでチェックをしてみてください。では今回のテーマ、傾聴を学んでから変わったことということで、この傾聴を学んでからのからっていうのがポイントかなと思うんですけど、一番変わったことの一つですね、一つが自分に見栄を張らなくなったっていうのがありますね。非常に見栄っ張りで、今でも見栄張るときあるんですけど、なんて言うんでしょうか、意固地にならなくなったっていう感じがあります。例えばですね、先日もあったんですけど、我が家では猫を飼ってまして、猫に餌をあげるんですけど、猫の餌の入れ物が空っぽだと、なんか餌もらってないのかなと思って餌入れたりしてたんですね。でそうしたら猫がどんどん太っていくわけですよ。で僕は朝と夕方の2回しか猫に餌あげないんで、なんで太るのかなと思ったら、よくよく家族に聞いたらですね、みんなが空っぽだとつで餌を入れてて、みんなが2回ずつ餌をあげてたってことで、すごい量猫がご飯食べてたってことですね。で先日動物病院に行った時に獣医さんから太りすぎですねって言われて、原因を調べたらそんな感じだったってことで、これはいけないということで、猫に餌をあげるルールを決めようと思いまして、餌をあげたらカレンダーに丸をつけて、朝ね、朝起きたら丸、朝餌をあげたら丸で、夕方餌をあげたら罰をつけるって、こういうふうにすればみんな混乱しないだろうってことでね、そういうルールを作ってやり始めたわけです。そしたら先日私がそのリビングに猫の餌あるんですけど、リビング行ったら猫の餌がてんこ盛りになってるんですよね。で驚きまして、あれなんで餌あげてんのってこう娘がたまたまリビングにいたんでね、聞いたらね、だって印ついてなかったからって言われたんですよね。私がもうその日餌あげてたんですけど、カレンダーに印をつけ忘れてたのが原因だったんですが、もう一瞬餌をあげてるのを見た時にね、あ、娘何をやってんだっていう気持ちがこう出てきたわけですよ。で言い方もちょっときつくなっちゃってて、 でも考えてみたら自分が悪いわけですね、で昔だったらそういう時に結構ごまかしてたんじゃないかなと思うんですよね。傾聴を学ぶ前っていうのもなんか自分の心っていうのがよくわからなかったので、なんかその取り繕うような言い訳をしたり、認めたくないことがあると意固地になって、ちょっとね、あれが原因だからこれが原因だからとか、なんか人のせい外のせいにするっていうことがよくあったと思うんですけど、今も全くないわけではないんですが、そういうふうに目を張った意固地になるってことが減りましたね。素直に、前よりだいぶ素直になりました。自分が悪いと思ったら謝ったり訂正するっていうのは皆さんにとっては当たり前なのかもしれないんですけど、私は結構意地っ張りなので、そういうことができなかったんですけど、その時は明らかに自分が間違ってるわけですから、その場で、あ、お父さんがつけ忘れてた、お父さんが、今言い方きつくなったのもお父さんが悪かったねと、お父さんのせいだから、申し訳ないというふうに謝ることができるようになったと。で、なんていうんですかね、謝れることがいいかどうかっていうより、そういうふうにこう見栄を張ったり意固地にならないでいい、そして人に素直に謝れるようになって自分っていうのがなんか嬉しい気がして、それが傾聴を学んでからどん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 こう雪だるま式に、そんなにこう一気に2倍3倍にはなっていかないんですけど、でも雪だるま式に増えてきて、傾聴を学ぶ前に比べたらだいぶ素直な自分っていうのが増えてるなというのが私自身の持ってる実感ですね。なので
まあ広い意味で言うと傾聴すると人間関係が良くなるということなんですけど、それは決して傾聴のスキルを使って人の話を聞いてあげたらその人が癒されてったり気づいてったりして、それで関係が良くなってくるというだけではなくて、人との関係が良くなると同時か、まあ、前後関係はちょっとわからないんですけど、自分自身との関係が良くなってくるっていうことが同時に起きてるなっていうのはよく感じますね。なのでこれが何て言うんでしょうか、一般的に言われてる話を聞いて、例えば相手の人の役に立って、その役に立てたことが嬉しくて自己肯定感が上がるというのとは全く違う自己肯定感の上がり方ですね。自分が自分の心の声を聞いて、それによって自分が起こした行動とか反応が自分にすごくしっくりくる、そして嬉しいと、そのことによってそれができた自分に、まあ、安心というか信頼を寄せていくということですから、相手への結果がどうこうよりも自分ができたことそのものに昔との変化を感じて喜びを感じて信頼を増していくっていう、こういうプロセスですね。これが僕は自信だと思うんですよ。本当条件付きの自信じゃなくて無条件の自信っていうのは、自分自身がね、なんか喜んでいくってことかなと思うんですね。なので、まあ、傾聴すると人間関係が良くなるっていうと、ざっくり言うとその通りなんですけど、自分自身が自分の心の声を聞けるようになると、日常生活の中で自分の意に沿わないこととか自分に嘘をつくような言動が減っていくっていうことかなと、まあ、素直になっていくって言ったらいいでしょうかね。そうですね。だから傾聴の効果って実は聞き手も話しても自分に素直になっていくっていうことなんじゃないかなっていう気が、今こうやって話しながらしてきましたね。ですので、まあ人の役に立つのも悪くないんですけど、傾聴を私がまあおすすめしたい理由、そして今18年、そうそう19年になるんですけどね、続けてられる理由っていうのは、傾聴をやればやるほど自分との関係が良くなっていって、まあ、だから安心して人の話も聞けるようになっていく部分が多分にあるっていう、こんな感じなんですね。はい、今回のお話は参考になったでしょうか。もし参考になったら高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまたお耳にかかりましょう。毎月開催している傾聴の体験会では、皆さんの傾聴に対する疑問にお答えをしています。傾聴を初めて学ばれる方、また学習経験者でどうやって傾聴をすれば楽に聞けるのかよくわからない方、こういう方々にぜひお越しいただきたいと思います。概要欄にリンクがありますのでチェックをしてみてください。また最新の日程はメルマガから配信をしています。概要欄にメルマガの登録もありますので、そちらもチェックしてみてください。